ルサンチマンは、主に弱者が、強者に対して、憤り、怨恨、憎悪、非難の感情を持つことを言う。ルオフランス語の定観知ると誤解して、ルサンチマンと表記されることがあるが、誤りである。デンマークの思想家精錬キルケゴールが想定した、哲学上の概念である。フリードリ・ヒニーチェの、道徳の系譜でこの言葉が使用され、マックス・シェーラーの、道徳の構造における、 ルサンチマンで再度取り上げられて一般的に使われるようになった。ニーチェによればルサンチマンを持つ人とは本来の反動、すなわち行動によって反応することが禁じられているので単なる想像上の復讐によってその埋め合わせをつけるような都会である。ドゥルーズはニーチェと哲学においてルサンチマン概念を哲学を肯定的かつ 反弁証法的に再生させるという資格から論じている。ポストヘーゲル主義的な理論が体調した時期にドゥルーズは、弁証法的使用とか、批判的活動といったものを中心に置かない哲学を考案した。この哲学は、批判哲学も、弁証法哲学も否定性とみなし、能動的行為を反動的行為より高く評価する。ルネジラールも九百六十年代中頃から、 ルサンチマン概念を論じている。ジラールによれば、ルサンチマンとは乗り越えることのできない理想的モデルに対して誰もが抱く単なる嫉妬心に過ぎない。自律的に感情を抱くことのできる優れた人間というものがいるというロマン主義的な考え方をジラールは批判し、どんな人間も模倣をせざるを得ないと考えた。反動という言い方をニーチェが用いたような、 悪い意味で使うことができるとしても、ジラールに言わせれば、我々は皆反動的なのであり、その点では、ニーチェ的な意味では一見して優れた人間であると、見える人々でさえ例外ではない。ロミオと、ジュリエットであれテレビのアイドルたちであれ、優れた人間でないばかりか、自分の感情を育むために、他人の感情に頼りきっている。それがこうじれば、自殺したり、 人工的な世界に逃げ込むことにもなりかねない。ジラールの考えでは、ニーチェ自身もルサンチマンの人である。ニーチェが狂気に陥った理由の一端は、奴隷精神への軽蔑と彼自身のこのような心理状態との緊張から説明できるというわけである。またジラールは同様の仕方でもルサンチマンのイデオロギーについても論じている。共産主義、反ユダヤ主義、さらに一般に、 反を名乗る主義がこうしたイデオロギーと言える。ただし、ニーチェのみならず、近代思想全体によって、断罪された聖書やキリスト教は、ジラールにとっては、感情の真実を伝える担い手であるとされる。イデオロギー研究の文脈では、建設分析を専門とするカナダの歴史家のマルク、アンジュノが、20世紀の政治イデオロギーや、アイデンティティポリティクス、ナショナリズムを論じる際に、 ルサンチマン概念を取り上げている。アンジュノもまた、ルサンチマンとは、不満の蓄積を特徴とする態度であると考えている。ルサンチマンに基づく、主義主義の増殖は今日ではとりわけポストモダニズムや、独善的主張の横行、組織防衛的な考え方の拡大に見られ、様々な形態の差別や、社会的対立を煽っている。アンジュノによれば、 過去について反省したり将来について希望を抱き続けることは、たとえ我々の目から見て安定性や魅力が消えうせている仕方であるように見えても、ルサンチマンが持つ反動的な影響から身を守るための最善の方法である。ありがとうございます。